ちゃん。まだ下？ああ。さっき行きますよ。だから、この辺とか。まっすぐかい。またここかい。え？またここ？あ、しまった。もう戻れない。薬だ。服用していた薬かな？さっきの本だね。一緒かな？え？なんか違うな。パークは、待って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 いる。子供を待って、待って待っている。喜びで釣っている母親の心が壊れていく間に、無痛覚な勝ち。え？なんか、怖いこと言い出すじゃん。フォークテリビア。え？ルリンエ。何かおかしなことが起こっている。それは確かだ。だから説明させてくれ。これは多分僕は家から遠く離れた場所で働きすぎているからなんだ。毎日パークで働いてどんどん悪化している。心の中のゼンマイがどんどんきつく巻かれていくみたいに。仕事が終わって飲みに行くとちょっとマシになる。みんなリラックスして笑ってまたいい人たちに戻る。おかしな状態で君のところに戻りたくない。でもこの仕事が終わったらここを出て行かなくてはいけない。街に戻らなくてはいけない。そこではもうこんな思いをすることはないだろう。愛者ドナルド。子供の名前を考えてたんだ。男の子だったらカラム、女の子だったらエマがいいな。ドナルド？あれ、旦那さんの名前何でしたっけ？これは一緒かな？何にしようかな。薬だ。うわ、ここ往復形式かな。ああ、何かある。ここはもう分からん。また薬。お、棒に触んな。嫌われてんじゃん。いろいろ書いてあって、忘れずに薬を飲む。スペンサー先生に会う。カラムの獣医師を頼む。カラム、出てこい。俺の三半規管はもう限界なんだ。ワインを調べる。え、調べたから何なんだ。あらめ。わあ。怖い怖い。あ、これは一緒だな。あ、なんか。私は逃げてない。お父さんに連れてかれたの。追加でなんか彼誰が誰だって。もう人間がわからなくなってきた。俺は読むので必死した。わお、ウィリアム、新しい時はありがとう。とても素敵。幸せな人参の気分。その表現はちょっとわかんないけど、ここも一緒か。ってことは、また？え？ああ、映画。ああ、ああ。
わあ、またなんか怖いことが出る。シマリスが刺して刺して刺しまくる。その目をついてついてつきまくる。町民はベラ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 、ただ横になって流れに身を任せろ。大の規定角流し。いやー、部屋がどんどん荒れてくよ。手紙が燃えている。仕事が終わって飲みに行くとちょい止ましになる。みんなリラックスして笑ってまたいい人たちに戻るんだ。あー、またドナルド、またドナルド。ドナルド、お前も果たして正気か。あー、部屋がどんどん荒れてるよー。よいしょ。あー、どれは誰の仕業だ。ああ、薬が、人形の頭が、部屋が、ああ、牛乳セントラリン、チーズセントラリン、パンセントラリン、バターセントラリン、コーンセントラリン、ジャガイモセントラリン、リンゴセントラリン、コロッケ、忘れてもお得すぎるため、アトランティックアイランドパークのチケット。はあ、やばいやん。ああ、またこれ荒れてったのかな。食料がなくなってるわ。そして先が増えていくんだろう。ああ、ああ、また薬に酒だ。ああ、破れてるよ。これはソロモンの島の歴史。怖いよ。だんだん頭おかしくなってくるで、これ。さっき見たの。ああ、魔女だ。扉開いてね。ああ、また行くの？ああ、なんだこれは。ああ、ブギーマンが歩いたら忍び寄って追いかける。本当に彼が話してる？怯えている場合じゃない。大の必死の勝ち。怖いよ。こうも変わってる。上。キクリは死んだ。勝つのはいつも魔女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 。はい。全ページが壊れた物語。これは変わってない。いや、なんか変わってるな。力強く刺激的に止められない。返事をするんだ。ロレインが十分に詰まった作品。ロレイン監視しているから長く帰ってきた。しかも以前にも増して大きく強く大胆に。なんかロレインが挟まれている。そして写真は、あら、私の親友二人、ドンとローラ。
ドームは旦那さんじゃないのか、浮気しちゃったこと。なんかこう書いてあるけどわかんないな。物語がわかんないけど、わかんないし、俺のもう目も限界だし、だーい現代アートかな。薬に侵された人っていう現代アートかな。はあ、こんなある。あー、セントラリンかける15ぐらい。忘れずに、お前は一人誰にも愛されていない。カラムはもう昔は違う。カラム絶対それだろ。え、え、アイスピック、え、え、なんだ、か、カルム、カルム、カルム、お前は正気だよな。閉じ込められたよ、閉じ込められた。カラム、カラム、ああ、そっちが開くの。やったね。なんか、なのさ、わあ、カラム、カラム、助けて、助けて、カラム、カラム、もうお前を助けるどころの話じゃない、こっちが助けてほしい。ああ、カラム、やばい精神状態に来たよ。カラム、そして俺の三半規管はもう終わりかもしれない。ははは、カラム、カラム、いざなわれてるよ、カラム。カラム、お前遊園地に来たんじゃないのか。あ、これはロレイン、ロレイン、今話していることに集中してほしい。シマリス殺人者スティーブ・ガードナーは著書への暴行殺人容疑で逮捕された。夏にいるウィンターは何年もの姿を見た者がいず、アトランティックアイランドパークの近くにはいない。これははっきりしている。分かっていますよね。ロレイン、ロレインとは。あー、 BGM が怖いよ。カルム、カルム、俺の BGM を返してくれ。ああ、これは変わらず。ああ、違う。カルム違う。カルム、カルム違う。カルム、カルム、そして人間関係がもう分かんなくなってきたよ。カルム、全部揃ってんじゃん、やったじゃんお前。やるな。俺人生でルービックキューブ全面同じ色にしたことない。それができた試しないよ。カルム、
かるね。ああ、忘れて。どう、お父さん、か、違う。かなの？力。え？こ、家族の形が、カルム。カルム。お前再生よ、カルム。これ、ああ、精神が。ああ。怖くない。カルメ、これはプレイヤーにも精神異常をキスって。これはさすがに精神異常をプレイヤーにもキスって。怖いって。もういや分からん、何が何だか分からんけど、ただただ怖い。カラムカラム、はい、カラム、こんなんだっけ。イグジットって書いてるよ。カネチーがいるの？リンタロウの方なの？カラム、もう普通だよな。カラムカルメ、あれ、ここはどこ。物語は何度も聞いて、私たちは世界観を築き上げる。うわ、ハリーポッターの世界観。2人の子供が森へ連れて行かれる。しばらくの間さまよい、魔女に捕まってしまう。アテナティックアイランドパークで子供が迷子になる。しばらくの間さまよい、魔女の口へとたどり着く。この物語最初期には母親と魔女が同一人物だった。私は魔女になんてなるつもりはなかった。でもそうなってしまったのね。ああ、やっぱり魔女はち、お母さんか。 あれ、彼は生きている。今日子供たちが侵入した。最後に笑い声を聞いたのはもう何年前の話だろうか。私はそのうち一人を捕まえた。我慢できなかった。素早くやったので他の子供たち気づかなかった。私は学院の生徒の笑い声が気に入った。私は彼を台の上に横たえた。息ができなくなるまでくすぐった。私の機械は命を引き返し、彼の呼吸と笑い声に合わせて回った。これはうまいやり方だと思った。機械が私の中に起こした変化はまだ完全ではなかった。他にも台に乗せられる子供がいるはずだ。え？え？やめて。やめて。やめてよ、絡む。やめるんだ。バッドなエンドを用意するな。輝きの内面。くぅ、進むのがもう怖いぜ。エンゼルとグレーテルだよ、これ。あ、どっか開いた。あ、そこ、秘密の扉だ。かっちょいい。カルム、カルム、はあ、え、大丈夫？大丈夫はない。え？
めろ。クラン。高い。確かやっぱロレインさんじゃん。Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. なんとなくそんな気したけど、私やっぱロレインさん。リリースになりましょう。深呼吸でした。最後に息子さんを見た場所を思い出してください。心の中で私はいつもアトランティックアイランドパークへと戻る。アトランティックパークは自分の中の心の世界だったのね。うわー、なんだよ、ぶつ切れか。でも話の展開の見せ方的には面白かったな。ただ俺はもう目が限界に来たな。ご視聴いただきましてありがとうございました。終わる？これ、まあこのままエンディングで終わりますかね。なかなか面白かった気がしますよ。切な話だったな。